どうもこんにちは、今日2020年12月8日は、COVID-19、いわゆる新型コロナ感染症が確認されてからちょうど1年になる日だそうです。それで、今思ってることを現状を踏まえて僕が思ってることをお話ししようと思って、この紙にまとめましたので、これ目を通しながらになると思いますが、お話をさせていただきます。まず日本で新型コロナ感染症が認識され出したのは今年の1月中旬ぐらいでしたよね。で国内1例目の感染者が出ましたとなったら、大騒ぎをして、国内初の人々感染が発生しましたってなったら大騒ぎをして、で東京都の1日の、新規感染者の確認されたのが40人を超えたとなったら、このまたすごい大騒ぎをしてという時が今年の1、2、3月、4月ぐらいでした。でその後新型、緊急事態宣言もその頃出されましたよね。でその頃なんですけど、毎年インフルエンザではこれだけの人が亡くなっていて、新型コロナではまだ何人しか亡くなってなくて、致死率はどれぐらいで、なので新型コロナは大した病気じゃないですみたいなことを言ってらっしゃった方がいました。それは僕より頭のいい人が言っているので、でそのインフルエンザで亡くなっている方がどれぐらいいてとかいうデータもまあ正しいデータでしょうし、そこは間違ってはないとは思うんですけども、未知のウイルスに関して大したことないですって言ったのは決して正しいことじゃないと思います。そうやって言ったことによって、僕の周りでもなんか大したことないらしいって言っていた人がいたので、その影響はありますよね。で実際大したことなくて新型コロナに感染した人で、陰性になって退院された方でも、後遺症に悩まされている方がものすごくたくさんいると聞きます。全然大したことないウイルスじゃなくてすごい大したことあるウイルスなんだと僕は思っております。僕先月末にですね、8日間入院をしてました。コロナではないですが、持病で、入院中ですね、Wi-Fi が使えなかったんで、動画を見ることができなくてずっと一日中テレビをつけて見たんですけども、ワイドショーとかニュースはもうほぼほぼ新型コロナの話題ですよね。新型コロナ関連の話題が、まあ、大半を占めてます。まあ、今もそうですけど、でその時よく目にしたのが病院の現状でした。今でも連日病院の現状について放送がされてます。まあ今日もされてましたけど、悲惨な現場が実際にこの日本にあるんです。でこのままだとどこかの国みたいに命の選別をしないといけなくなってしまうというものすごく悲惨なことになってしまいます。実際新型コロナの患者を受け入れるために通常の病棟の受け入れを制限したり、停止している病院も実在しています。この状況を生み出しているのって何なんでしょうか。でなんで歴史を勉強しないといけないのっていうふうに、小学生中学生高校生の人が思う、まあ、自分も思ったことありますけど、まあ、歴史は好きだったんで割と勉強してたんですが、過去を知って未来を予測するために勉強しますよね、歴史って。まあ、大人の人大概が知ってると思いますけど、今年の1月新型コロナ感染症が世界で認識され始めた時、今思えば全ての国が国境を封鎖していればこの世界の悲惨な状況にはなってないですよね。で、今年の1月2月の段階では春が過ぎれば収まって
ってると思ってた人が多数だったと思います。しかも全ての国が国境を封鎖するという判断はその時の経済損失などを考えると、できることではなかったと思いますが、今となってはこの時の経済損失と比べれば全然大したことなかったんじゃないでしょうか。今後何年もこのウイルスに怯えて旅行に行くのが非難されるとか、会食をするのが非難されるっていう状況は絶対嫌ですよね。で、僕自営業者じゃないので経済的なことを深く考えることはできません。知識もないし、でそれは自営業者の方とか政治家が考えるべきことだと思います。で、今日テレビでインタビューされていた自営業者の方が従業員の生活を守ることを考えるのが自分の責任だとおっしゃってました。4月くらいに見たので感動した、ニュースの映像があるんですけど、キャバクラが自粛している時に皆さんそこの従業員の方でマスクを手作りしてたんです。経営者ではない僕が、すごい経営者の方だなと思いました。お店ができないんだから何かしてお金を得ないといけない、そうだ今マスクが少ないからマスクを作ろうっていう経営判断、素晴らしいですよね。そこの経営者の方おばちゃんだったと思いますけども、経営するっていうのはこういうことなんだろうなと思いました、僕は。で、医療の現場の状況をどうにかしないといけないと思います。僕は関係者じゃないので思ったことを無責任に言うことしかできないんですけど、対策としてはGoTo にしろ GoTo じゃないにしろ複数名での旅行、会食をする人は新型コロナに感染しても病院のお世話になりませんっていう誓約書を書けばいいと思います。ただ新型コロナに感染して病院のお世話にならないから、通常の生活を送るとかいうことではなくて、そういう人を野放しにしてたら市中感染がものすごく広がってしまうので、そういう人はどっかのビルの屋上、都庁とか警視庁とかそういう国のビル、できるだけ高いビルがいいですよね。そういうビルの屋上に隔離しとけばいいと思います。自分はかからないから大丈夫って言ってかかった人なので、それぐらい大丈夫なんじゃないかなと僕は思います。そうすれば医療の現場の負担軽減につながるんじゃないでしょうか。そこなので、もちろん感染症対策をバッチリして経営されているお店がたくさんあります。なので客側がそれをできるだけ完全に近づけるために、 100% に近づけるために気をつけないといけないと思います。店側が気をつけてたとしても、利用する客が何も気をつけてなかったら意味がなくなってしまうので、だからいわゆるマスク会食、食べるときはマスクを取って喋るときはマスクをしてっていうのを推奨してるマスク会食、あんなもんできるわけねえじゃんって思ってる人はもう持ってのほかだと僕は思います。会食がしたいんだったらそうしなさいよと思いますよね。ダウンタウンのまっちゃんが声を大にしておっしゃってますけども、お一人様の旅行とかお一人様の外食、これは経済のことを考えるとどんどん推奨していくべきなんじゃないかな。まっちゃんの言ってる理由がありますよね。一人だと喋らないだろうしっていうのがあるので、それはとてもいいことなんじゃないかなと思います。ただ自分はかからないから大丈夫、自分はかかっても大したことないから大丈夫って思ってる人はできるだけいないようにしたいと思います。医療現場の皆さん、ものすごく大変ですが、
皆さん、なんて言ってわかんないです。なんて言っていいかわかんないですけども、大変ですが、で、まあ、腐るほど言われてると思いますけども、皆さんのおかげで、日本が崩壊せずに済んでいるのではないかと思います。ありがとうございます。では、こんな偏った意見かもしれないですけども、ご視聴いただき誠にありがとうございました。